皆さんこんにちは。こんにちは。仲良しりんちゃんと仲良しみゆちゃんのまったりトーク。イエーイ。お願いします。お願いします。お願いします。なんか久々に会った。久しぶりです。久々です。分かった。2人が最初に会ったのっていつか覚えてる？あ、私が5年生の時だから2年前ぐらい。あ、そうです。2年前か。です。お互いの第一印象。え、かわいい美少女です。もともとみゆちゃんのこと知ってたので、あの実物見れて嬉しかったです。まずニックネーム2人とも教えてください。みゆです。みゆ。え、りんはみゆらちゃんかりんです。みゆらちゃん、はい、いい名字呼び。何年何月何日まで生年月日を教えてください。2009年1月23日生まれです。123だ。123です。覚えやすい。覚えてください。2006年12月20日生まれです。あ、12月、冬生まれなんだ。はい。おー、いいね。自分の性格を一言で言うと、慣れたらすぐふざける。慣れたらなんだ。マイペースです。ああ、納得のマイペース。じゃあ短所あるとしたらどこかな？ダンスができること。あ、逆に、え？短所？短所？え、短所ってダメなところ。おお、苦手なところ。違う。短所は勉強ができないところです。はい。短所はマイペースのところ。お、長所と短所が良くも悪くも悪くないな。いいことです。2人とも趣味は？私はダンスをすることと、あとコスメを集めることです。好きなコスメは何ですか？ロム&さんとかクリオさん、韓国コスメが大好きです。お、みんなお揃いしてください。私は音楽を聴くことが好きです。どんなアーティストさんを聴く？なんだろう、 K-POP です、好きな K-POP のアイドル。BTS さんと、あとはレッドベルベットさんです。いいですね。マイブーム、2人。はい。K-POP アイドルのダンスをいっぱい覚えること、と、あと結構最近いろんな食べ物を食べたりするので、おいろんなスイーツとかを食べるのも好きです。最近食べて印象に残ってるものとかね。クリームメロンソーダです。クリームメロンソーダってさくらんぼが乗っていて、あのアイスが乗っていて、そうです、そうです。今のゆうちゃんからすると新鮮ね。懐かしの映えスイーツですね。りんちゃんは何かマイブームありますか？りんも新大久保に行ったり、中華街に行ったりします。おー、韓国の食べ物とか。あ、そうです。なんか美味しい、これが好きっていう韓国の食べ物とか。チーズタッカンジョンが好きです。タッカンジョンってなんだ？すごい。タッカルビじゃなくて、タッカンジョンってなんか、あの甘辛いソースがかかった唐揚げにチーズがかかってるやつ。美味しい。そういうのが食べれるお店があるの？はい。ちょっとりんちゃんと新大久保デートしたい。憧れの芸能人とかモデルさんとかいいですか？私はあのブラックピンクさんのジェニーさんと、あとみちょぱさんです。でも想像つく。そのお二人になってそうなみゆちゃん。いいですね。みゆちゃんは、何だろう。難しい。一番最初に好きになった芸能人とか。一
一番最初に好きになったのは、うん、あ、上白石萌音さんです。おー、上白石さんも、はい、それは何を見て恋地図にハマってて、その時に好きになりました。なるほど。え、じゃあ女優さんになりたいなみたいな感じで、モデルを中心にそういうのもやってきたんです、うん、世界に羽ばたくリンリンが見える時が来るかもしれないじゃあもしもコーナーにしよう。え、じゃあもしも100万円持ってたら、え、面白い、何使いますか？ですね、韓国旅行と、あと、コスメを大量に買うブランドの、あと服とか買ったり、推しがいるんですけど、そのグッズをめっちゃ買うです。あと食べ物とかいろいろ食べたりします、したいです。100万円フルで使う爆買い願望だね。りんちゃんはもし100万円とりんも旅行に行ったり、それか貯金します。の現実何円使って何円貯金する？30万ぐらい使って70万ぐらい貯金する。めっちゃリアルりんちゃんはもう全部使っちゃうもんね。使うか、あの余ったら家族に分ける。泣いちゃうなんか性格出るで100万もしも今日で地球が終わるとしたら何を食べますか？私はキュウリです。絶対にあのキュウリを100本ぐらい絶対に食べます絶対に。はい、味変しながら食べる。そうです。キュウリが好きなのか。はい、最後はみんなキュウリパーティー。キュウリパーティー、キュウリパーティー、地球最後の日和になる。美味しそう。みーちゃんはお寿司かマカロン。マカロン、マカロンが好きなの。はい、かわいい。みんな寿司マカロン大会に行きましょう。もしも生まれ変わるならまた自分になりたいって思いますか？思います。お、思います。自分がいいです。また2人ともモデルしたいなって思います。はい、思います。じゃあ来世もレフィのウェブモデルちゃんお願いします。お願いします。お願いします。来世の予約をしておきます。2人の今の将来の夢を教えてください。私はダンスができるモデルや女優さんになることです。マルチタレントさん。はい、そうです。いいんじゃない？とモデルを中心にいろんな幅で活躍できる人になりたいです。おー、2人とも羽ばたく先が、え、いっぱいありますいろんな一面をどんどん見れるようになれたら嬉しいな。じゃあ最後にこの動画を見てるうちき大好きな子たちに一言ずつお願いします。これからもレピピーさんのお洋服を可愛く着こなすように頑張るので応援ぜひよろしくお願いします。で、レピピーさんの服はとってももう全部可愛いので、もうぜひチェックしてくれたら嬉しいです。お願いします。私もたくさんレピピーさんの洋服を着こなせるように頑張ります。あと可愛いレピピーさんのお洋服をチェックしてくださいありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。バイバイ。見てね。バイバイ。バイバイ